ではこの実験用のテコを使ってこのてこが水平につり合う時の条件をいろいろ探してみたいと思いますまずはこのてこの左側に 10g の重りをこういうふうにつり下げましたこのてこには目盛りがついているんだけれども今回はこの中心視点から123と3つ目の目盛りに 10g をつり下げましたこの状態だとテコは左に この図の図ように傾いていますこ,こでこのてこの右側にさっきつけた左の重さと同じ 10g の重りをこうやって順番にかけていってつり合う場所っていうのを探していきたいと思いますでは早速いきましょうまずはこの 10g の重り右側の1つ目の場所につけてみました視点からの距離は1目盛り分です そうすると、はい、まだ変化はありません左側に傾いたままでしたじゃあこのまま2つ目のメモリに移動させましょうこれを2つ目につけましたメモリが今度は12と2つ目ですそうするとどうなったかというとはいこれもまだ変わりません左側に傾いたままですじゃあ今度はこのおもり3つ目のメモリに かけてみましょう。視点から123と3つ目のメモリ左側と同じ数だけのメモリですそうするとはい今度はこういうふうにもう一度数えると左側のメモリは123と3つ目そして右側も123と3つ目です左と同じく3つ目のメモリのところに重りをつるしたら このてこ水平につり合いましたじゃあそのままさらに進めてみましょう今度は4つ目の目盛りにかけてみますそうするとどうなったかというとはい今度はこのてこが右側に傾きました水平じゃなくなってしまいましたじゃあこのまま今度はさらにもう1つ右側目盛りを12345と5つ目のところに うししえてみましょうそうするとどうなったかというとはいこれはさっきと変わらず右に傾いたままですじゃあ最後このおもりを6つ目の目盛りにつけてみましょうここだね視点からの距離は123456と6つですさあこれどうなったかというとうん これもやっぱり変わらず右に傾いたままでした。ということはさっきのようにテコが水平につり合う時っていうのは左右の支点からの距離が同じ位置に重りをつるせば水平になるということが分かりました。じゃあこの同じ位置なら 重りの重さは関係ないのでしょうか？それとも関係あるのでしょうか？次は、この吊り下げる重りの重さについても調べてみたいと思いますえ、こんな実験をしてみました。はい今度はえさっきと同じ視点から1。2。3と3つ目の目盛りのところにえ 10g の重りを3つ 30g の重りを吊り下げました。 今度は何をするかっていうとさっきは視点からの距離が左右同じ位置に重りをつり下げたら水平になったんでね。なので今回は123と右側も3つ目の目盛り視点からの距離が左と同じ位置に重りを一つずつつり下げていきます。で一体水平になる時にはこの重りの重さも条件に関係するのか見ていきたいと思います。 用意したおもりはそれぞれ1つあたりです。では早速このおもりをてこにかけていきたいと思いますまずは1つだけつけてみましょうそうするとはいてこは左に傾いたままでしたおもりの重さが今回左は 30g 右が 10g ですこれだとてこは水平にならなかったんですじゃあどんどん増やしていきましょう今度は重り 2つです。これで右側の重りの重さは 20g になったねさて今回はどうでしょうかはい今回もやっぱりてこの傾きは変わりませんでした左側に傾いたままですじゃあどんどん増やしましょう次3つ目です今度はこの右側 20g じゃなくて 30g になるねさあ こうするとどうなったかというとはいテコが水平につり合いましたこの時左側のおもりの重さは 30g そして右側のおもりの重さも 30g です視点からの距離はそれぞれ同じだねじゃあらにこの右側におもりを増やしてみましょう今度ははいこれで右側は になる、ね、さあこうするとどうなるかというと今度はテコは右に傾いてしまいました左側が 30g 右側が 40g だとテコは右に傾いてしまいましたじゃあもう一つ最後のおもりもつけてみようか右のおもりの重さを12345だから 50g にしてみました そうするとどうなったかというとはいテコは右に傾いたままでした。ということは今回の実験では視点からの距離が123と123と左右で同じ場合には左と右で同じ重さのおもりをつり下げるとテコが水平につり合うということが分かりました。 実はテコっていうのは、視点からの距離が等しい時、視点からの距離が左右で等しい時に、左右に同じ重さの重りを吊るすと、テコは水平に吊り合うという性質があるんです。まあ、これは当たり前な感じもします。視点からの距離が左右等しい時に、同じ重さの重りを吊るしたら、水平に吊り合いそうです。まあ、それを今回、この実験用のテコで確認することができました。